手取り14万の方が、もしくは手取り14万以下の方がですね、劇的に収入と人生を変える方法。確かにその手取り14万の暮らしをさらけ出すとアクセスは集まりますね。かなりいけるんじゃないですかね。共感も呼ぶし、マウントも取られられるし、かなりいけるんじゃないかなと思います。でもやっぱりね、やらないんですよね。ちょっと調べてみると、なんかそのズタボロの暮らしを公開してる YouTube チャンネルってファンが多いんですよね。これはね、あの例のガウス曲線って言うんですけども、こういう標準偏差の曲線があるじゃないですか。多分平均の想像の範囲に収まる8割ぐらいのものってのは、まあほとんどの方が当てはまってる暮らしですけども、あんまり注目されそうにないですよね。でもガウス曲線の先端の方、超優秀な人の素晴らしい暮らし、金持ちブランディング、ここはまあ今でも受けると思うんですよ。で、対極にあるもうほんと土底辺のところ、この二極化の先端と尾っぽの方、頭と尻尾、これ両方とも受けるんですよね。やっぱりなんていうのかな、クラスで目立つやつって成績優秀かどうしようもないもうのび太くんだと思うんですよ。出来すぎくんとのび太くん、それ以外のクラスメートはあんまり目立たないみたいな感じじゃないかなと思うんですよ。なんかね、ホストの世界もローランドさんとかね、白崎仁みたいにトップを走っている年収1億円みたいなプレイヤーがものすごく脚光を浴びるのと同時に、ダメホストも特集されるんですよね。ダメホスト称号みたいなんで特集されたりとかして、結構それが面白かったりね。こんなやつでもホストやってんのみたいな、あ、やっぱりホストすごいな、いや、こんなやつでもやってんのって両方とも目立つんですよね。だからありがちな平均点っていうのは最も取ってはいけないフィールドなんじゃないかなと思うんですよ。でも私たちはおそらく成長過程でまんべんなく何でもできる人をまあ求められてね、要するにそうやって育っていくと何が起きるかっていうと、いくらでも替えのできる人材になっちゃうんですよね。本当に可もなく不可もなくと言いますけども、毒にも薬にもならないというかね、特に特徴がない人員っていうものになってしまうんですよね。だからそうならないためにはやっぱ突飛であることが大事なのかなと思います。代わりの効かない人間ね。やっぱりね、自分には誰にも変わることができないって、確かにそういう面が誰にもありますけども、ことビジネスにおいてはそうはいかないですよね。誰でもできることをやってる限りは安売りなんですよ。でも自分にしかできないこととか替えの効かないことをやってるとやっぱり目立つんですよね。そうなってくると手取り14万以下の自分の暮らしをさらけ出せる人ってあんまりいないですね。まあ、この動画見てよしやったろうっていう方は多分いないと思うんですよ。本当にね、そこにチャンスがあるわけなんですよ。そのチャンスをつかむのかつかまないのかっていうことでもどかしい思いがします。まあ言ってみれば私も手取り14万とは言わないですけども、ダサい麻雀店の親父ですからね。毎日麻雀してたわけですからね。なんでこんな毎日麻雀してたやつが今こうやって隠居みたいなふざけた暮らしに入れるのかなと。本当にね、自分の人生の直線の中にどっかでどうなっちゃったのかなと思いますよね。本当同じ人間の人生ですからね、これはね。私は自分ごとながらとても不思議ですよ。さあ、それではね、平均値で暮らしている方がどのようにしてもう一山当てていくかってことですけども、まあ、本当にね、これ表現変えるだけでこの吉田さんのアイデアっていうのは本当そのまま当てはまりますね。私もグダグダ今言いましたけども、結局は自分の暮らしをさらけ出す、そういう人はあんまりいないんで、そういう人が目立つってことですよ。YouTube チャンネルがいくらあろうとも、まだまだね、自己表現してる方の方が圧倒的に少ないんで、人のことを見て笑ってる暇があったら自分がまずやってみるってことでしょうね。自分でやってみる、それに尽きると思います。手取り14万で億万長者になる方法、まあ人生を変える方法にしておきましょうかね。で、仮に手取り14万の人生がそのまま変わらなかったらどうしましょうか。まあ変わらないかもしれないですね。だからね、結局はなんかこれさえあれば大丈夫みたいな黄金の盾とかね、黄金の剣を探す必要はないんですよ。まさに自分の冴えないところか自分の一番イケてるところを見せていく、この2つじゃないですかね、まずはね。まあさすがいいアイデアですね。でもね、本当に私も同じことを繰り返すだけになってしまいましたんで、この辺で終わっておきます。手取り14万、逆転する方法はありますよ。